固まった案内に決まった。次は佐世保行きのバスに乗り換えましょう。乗り場は一つ上の階ですね。ここが乗り場だね。ハウステンボス行きと一緒なんだな。路線名が同じだからみたいですね。バスだったので乗りましょう。今回は自由席です。一番前をカッコ。じゃあ先頭だったからそんなに焦らなくても。博多バスターミナルを発車です。まず最初にカッコが通った電線へ向かいます。ただ今回は西鉄のバスターミナルへと入ります。さっきは道路上だったもんな。福岡山口ライナーは西鉄バスが運行に関与していないからみたいですね。入り口だね。これほとんど高速バスなんだよな。九州は高速バスも特急列車も多いですよね。天神を発車です。ここを出ると高速道路上のバス停を3つほど止まった後、佐世保に向けてひたすら走ります。ちなみにこのバスは博多駅周辺での渋滞で約10分程度遅れての運行です。運行上安全運転されてまいりますので、ご注意のためにあまりスキューブリッジを使用する場合があります。お手前品などの電話をご注意ください。この車、自分車専用の高速道路を走行します。お客様安全確保のためにお席のレンタルをお締めください。ご協力をお願いします。車内設備についてご案内いたします。ここで座席紹介でもしましょうか。足元はこのぐらいで、バスでは普通ぐらいですね。このバスにはフットレストみたいのもついています。陰側にはコンセントもついています。通路側の席は肘掛けの下ぐらいの位置にコンセントがありました。前方には先ほどはなかった冷蔵庫的な箱があります。ただこれで前方の視界が悪くなるといったそんな感じではありませんでした。あとこのバスにはトイレも完備されています。その他はあまり特徴的なものはないですね。前には物入れとドリンクホルダーがあります。テーブルはありません。反対側に見えてた博多港だな。客船みたいのも停泊してるね。船の旅もいいですよね。船の旅ってゆっくり時間が流れてそうだよね。
フェリーみたいのもいるな。ここからは韓国の釜山行きの船が出てるんで。便の飛行機をさばいてるみたいですよ。日本一混雑してる滑走路で有名だよね。ちなみに今見えているのは国際線ターミナルで、国内線のターミナルは滑走路を挟んで反対側にあります。やっぱ羽田や関空なんかと比べちゃうと、そんなに大きくないね。飛行機が離陸していったね。飛行機にも乗ってみたいな。
でしたよね。この付近はかなりのんびりしてますね。天気も良いから本当に眠くなっちゃうよね。ここで降りるんですね。みたいだね。この付近はハウステンボスも近いんですよね。確か同じインターで降りるみたいだから、ここからそう遠くはないと思うよ。二人とも着いたぞ。マジで寝ちゃった。バス乗ると寝ちゃうんだよね。日差しもいい感じに入ってくるし。まあ自分も途中寝てたんだけどね。さあ降りましょうか。外に行きましょうか。バスセンターは佐世保駅のすぐ前にあります。やっと着いたな。ここで観光するんだよね。行きたい場所があるからそこに行きます。どこかは次回のお楽しみに。お腹空いてきた。時間もいい時間なのでお昼ご飯でも食べましょう。じゃあその前に一旦食いよう。ご視聴ありがとうございました。